せーの、オープン。うわ、美味しそう。目落とすぎ。すごーい。高い。ハモすごい美味しいです。こんにちは、茶の間のナミとケイです。関西の魅力を伝える関西イコイコチャンネル。皆さんに関西にイコイコと思ってもらえるような情報をたくさんお届けしたいと思っております。今回は兵庫県の湯村温泉を巡ってみようと思います。神戸からも大阪からも高速バスで3時間で行けます。有馬温泉とか城崎温泉とかは来たことあんねんけど、うん、湯村温泉来るのは初めてやな。初めて。一緒やな、それは。うん、それは一緒、うん、だからもうこの辺全然見たことないけど、どんなところがあるんかめちゃめちゃ楽しみや、うん、楽しみやな。僕たちは大阪府民なんで使えないんですけど、県民割を使える人は8月の末までなら、うん、安く旅行ができるみたいです。おお。阪急交通社さんのサイトからですね、今回紹介する旅館以外にもほんまにいろんなツアーが出てるみたいなんで、ぜひ、うんうん、見てみてください。詳しくは概要欄を見てみてください。関西に行きたいと思ってもらえるような情報をお伝えするので、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは湯村温泉に行こう行こう。湯村温泉1軒目はおばあカフェです。おばあ様たち、おばあ様たちがあの店員さんとして接客してくれます。うん、こういうの好き。一回じゃあハマってみようか。うん、言うてる人生ピークは90歳でおばあ様たち待たしてるんで、今さすが入りましょう。行こうか。涼しい涼しい。こんにちは。予約したランチをお願いしてもいいですか。どうぞ、そちらから上がって、ここから上がってください。あ、わかりました。うわ、お座りください。落ち着くな、落ち着くな。畳と木が。ここでは、うん、あの要予約なんですけど、おばあカフェ、うん、お手製のランチセットが、うん、あるみたいなんで、お内容がなんかその日のおばあの気まぐれで作ってくれるということなんで、僕たちも今日何来るか全然分かってない状態で待ってます。じゃあ何が入ってるんでしょうね。何が入ってるんでしょう。はい、開けてみてくださいね。はい、はい、玉手箱で。はい、どうぞ。ありがとうございます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 。せーの、オープン。うわ、美味しそう。しょうが焼きっぽいけど、食べてみないと分からへんな。でなみちゃんの好きなポテトサラダとだし巻きかな。かな、オクラと、里芋と、里芋とじゃがいもじゃなくて、かぼちゃ。かぼちゃ、そう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 。かぼちゃもね、うん、オクラもね、恐竜もね、トマトも。みんな、旬のもんで、自分のとこから食べたような素材ばっかりですので。なるほど。いただきます。いただきます。ななみや。お肉からいただきます。これはお茶ですね。美味しい、美味しい、美味しいです。家の味って感じがする。でもあれやで、これ食べれるのも今日だけかもしれないんで、もうあの気まぐれで作ってもらってる。あ、確かに、ほんまや。だし巻きいきます。だし巻きはやっぱ、だし巻き結構さ、家によって、家によってちゃうやろ。な、違うもんな。ちょっと甘い感じの。あ、美味しい。うん、めっちゃ好きや俺これ、うん、オクラもいただきます。あ、ま、今まで食べたオクラとちょっとちゃう。味付けかな、近くで取れたやつらしいから。もう絶対止まったからうまいって。あ、もう針がちゃう。どう、ポテサラ。うん、おいしい。おばあちゃんに会いたなるな。ほんまに会いたなるわ。ただただもうおばあちゃんちきで飯食うてるだけの感覚。あ、これこれ食べよう。イカの麹漬けいただきます。あ、お酒に合いそうな味してる。あ、そうなんや、うん、めっちゃいい味してるわ。ねおちゃん好きそう、ちょっと、うん、こういうの好きやもんな。佃煮食べようかな。ふきいく、うん、ふきの佃煮。あ、美味しい。美味しい。顔。これ好き。どれ一番好きやった？生姜焼き。かぼちゃを一口で食べて、今から喋られへんようになるから。うん。うん。おばあの根性焼きっていう。うん、あったな。なんか大判焼き。大判焼きらしいんだけど、うんうん、あれとかが普通に買えて食べれんねんて。
だそういうとこは予約せんでも別に来た時にそれは食べれるんや。そうフラット食べれるらしい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったな。美味しかった。なんかもうおばあちゃん家を思い出してなんかもうすごい眠なる空いたなるしな。安心感えぐい。ランチに関しては予約みたいなんでぜひ予約して食べてみてください。さっき言ったあのおばあの根性焼き、あれもちょっといただけるみたいなんで、おー食べたい食べたい、ちょっと食べよう、食べさせてもらうここで、はい、ありがとうございます。おばあの絵が描いてる。おばあの絵が描いてます。ここに思ったよりもちもちしてる。うまいな弾力が、うん、すごい。おうわ何これ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。おいしい。生地もちもち、うん、あんこぎっしりやな、うん、おばあの格言がここにこの壁に全部あるらしい、人生ピークが90歳書いてるやろ、うん、一番上に同窓会見なきゃよかった初恋の人現実都合が悪いこと聞いてないことにするのがおばあしみるな、普通に俺とかが言うより全然しみる感じするごちそうさまでした。僕らが食べた大判焼きはなんか常に、毎日焼いてくれるらしいんでぜひ皆さんも食べに来てください今回泊まるお宿はお宿ことぶきさんに泊まります、はい、なんかここは快眠をテーマにした宿みたいで、見てくださいこのロゴ、これ何か分かります？もう誰が見ても分かりますよね。眉の中にさなぎがあってそこでこうサネギが眠って成長するっていう、そういうイメージしたロゴらしいんで、もう一目で分かりますよねみんな。快眠をテーマにした宿。そうそうそう、だからここでこういうことです。荷物とかあるんで、まあ、さっきこうチェックインしてから湯村温泉回ろうかなと思います、はい、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。はい、あどうぞどうぞ。レディファーストですか。今こそお宿ことぶきのこした気持ちの中にあげる。はい、これもらいました。生卵をプレゼントしてもらって温泉卵にできる体験、せっかくこれもらったからこの後ちょっと行こうか、うん、はい、こちらは料理長手製のフルーツ大福、本日はいちごとパイナップルでご用意しております。はい、ツアードリンクのスムージーとなっております。キウイ味でございます。はい、お楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。キウイ味のスムージーね。甘い。美味しい。フルーツ大福です。いちごとパイナップル。うん、いちご食べたいんちゃんどうせ、うん、はい、じゃあ俺パイナップル食べます。いただきます。甘っ。おいしい。今日これ夕食食べた後に快眠セラピーっていうのを受けれるみたいなんで、今日それの問診票を書いていきます。快眠アロマミストなんか選ぶところがあるみたいなんで、ここに入ってる3つから直感で選んでくださいとのことなんで、ここから僕は直感で選びます。お何番にしたん？1番。あ、正解。俺もや正解ではない。せーって書いてた。木っぽい匂いがします1番は。うん、で2番は結構覚えてんね。柑橘系の、柑橘系の匂い。3匂って一番最初に思った匂いが消毒液の匂いみたいな感じですね発火やからじゃない？そう、多分そうやと思う。快眠セラピー受けられるらしいから、うん、寝そうやな俺。絶対寝る俺寝そうやな。いびきはかいてあかんで。いびきかかへんて歯ぎしりしたあかんでさっきの旅館の裏側にすぐある神社らしくて、夫婦杉っていう樹齢数百年の木があるらしいんで、それを見に行きます。木のおかげで若干涼しい。あー確かにそれはあるかも。手洗いますじゃん。うわめっちゃ冷たい。気持ちいい。何も気持ちいい。ちょうどいいわこれ。いいなこれ、うん、足元気をつけて。なえちゃん、はい虫とかおったらこけるやろなえちゃんセミとか転がってたら、うん、あ、着いた。ここの、ここに夫婦杉があるらしいよ。あ、もうこれや。夫婦杉が見えます見てくださいこの夫婦杉。すごい高いめっちゃ大きい。縁結び、子宝の恵みをお祈りくださいって書いてあるここでお祈りしようと思います。イン出ます。はい、はい、せーの、チャリチャリちゃんと願い事しました僕。うん、言いませんよ。言わへんで、ね、言ったらあかんねんで、これ。そうだね、神社来たから
おみくじ引きますか。おみくじしようか。神社といえばやっぱおみくじやから100円入れます。あ、出てきた。すごい、すぐ出てくるんで、これ来い、ほら、うん、せーの、はぁ、どっち、小吉。はいはい、持ってないね、なにちゃん。大吉でした。利益少なしって書いてる行く先利益ありって書いてる。今日なんか利益あるんかもしれない。恋愛、誠意を尽くせって書いてるわ俺でも何もこの人を逃すなって書いてる頑張るわ、はい、頑張って俺も誠意尽くすから、うん、小吉やったからくくろうと思いますちゃんとくくってよ、うん、僕はこれ持って帰ります。大吉やったんで、次は湯村温泉の源泉が出てるところの荒湯に行きましょう。はい、荒湯、湯村温泉、ここが荒湯らしいんで、うん、早速これ奥行ってゆで卵つける場所あるんでつけていきます。うわ、熱い、ここ、ここめっちゃ熱い温泉の匂いする気がする。あ、ほんまや、行きます。ゆでられろ、ゆで卵。うわ、熱そう。ちゃんとここに引っ掛けや。もう落としたら絶対取られへんで。熱っ、熱っ、熱っ。10分目安で、11分ゆでると片ゆでで、9分やと半熟って聞いたんで、まあ、それ目安にゆでていきたいと思います。はい、私は9分目安の半熟で、はいはいはい、行こうと思います。私たちはちょっと足湯の方に行こうと思います。はい、なんかここ下にあるねんな、うん、下にあるみたいなんで、ちょっと足湯向かいます。行こうと思います。ここが足湯みたいです。失礼します。失礼します。うお、あったかい。あ、熱い。真っ暗な、ちゃんと熱い。熱い。あ、そんなやつ。熱い。でも体感これは45度ぐらいですかね。もうちょい歩くない？もうちょっとある？もうちょい歩きする。ほんまに？ごとぶきさんからあの足湯のタオルも借りれたんで、タオル持ってきてなくても足湯入れるってことだね。うん、ゆで卵待ってる間にこうやって足湯で楽しむのもいいな。見て、ここハートある。ほら、ほんまや、ハートの石みたいな。隠れハートきっとこれ湯村温泉いろんなとこにハート隠されてるみたいな。あ、そうな、うん、俺はたまたまハートのとこ座った。そうや、ほんまにたまたま見つけたな今、うん、だってこっち座ってたらわからんもん。わからんかったな。へえー、面白い。ちょっと足すべすべになってきた気する。うん、じゃあ私はケイ君まだ来てないんですけど、半熟でいただこうと思うので、もう引き上げちゃいます。よっ、先行くや熱っ、ここ。で俺もこれあげよう。うん、おお、見た目はわからんな、うん冷やしてから向こう行きましょうかちょっと日陰に来て食べます熱々のゆで卵を剥いていこうと思います。はい、熱っ、ちょっと待って、熱すぎて剥かれへん俺これ熱っ、熱っ、めちゃ汚く剥けちゃった。なんで半熟なんすか。いや、でも半熟やから。ああ、なるほどね。弾力ある。すごい、ブヨンブヨンしてるから、ちょっともしかしたら柔らかすぎるかも。こんな感じでできたばっかりで剥いちゃったからこんな感じになっちゃってるんですけど、でもちゃんとできてそうです。下の方から残ってますけど熱すぎて、まあこれでかじれるからいいかな。うん、結構綺麗じゃない俺のやつ。綺麗、いただきます。はい、じゃあちょっと塩つけて。うん、どう？おいしい。おいしい。うん、いただきます。おいしい、ゆで卵いいな。こういうところで食べるのはまた違うな。あ、おいしいわ。どう？うん、ふん、楽しいな、こういうの、うん、楽しい。まあ、めっちゃ熱いけど自分でやった温泉卵、うん、めっちゃ美味しい。てか、あの塩とめっちゃ合うんで、ぜひ皆さんも来たらやってみてください。ことぶきさんに帰ってきました。はい、帰ってきました。ここ1階のいろりのところを囲みっていうらしいです。いろりのところっていうか、ここが囲みっていう、うん、場所、場所、健康茶いただいたんで。はい、なんか3種類だったっけ。そう、3種類なんか健康茶が入ったドリンクメニューで、おもてなしだし。いただきます。いただきます。おいしい。すっきりするな。飲んだことない味するわ確かにブレンドされてるから、ね、匂いが違う。うん、足湯どうやった？足湯気持ちよかった。なんか気持ちよかった。暑い時にあんま入らへんやん、こう足湯って。いや、なかなかない体験で逆に良かった。あー、なるほどね、うん、夜はなんかたまにバーもやってるみたいなんで。おしゃれやな。おしゃれ、めっちゃおしゃれ。なんか夜多分もっと暗くなるやんか、うん、雰囲気良くなりそう。雰囲気良くなりそう、なんかライトとかによって、うん、こっち座りたいなと思って。あ、こっち、うん、いいんじゃない。ちゃんと足つく高さやったわ。
マスターいつものあの子にウーロン茶やって。ウーロン茶かい。あの子にウーロン茶やって。お代もあの子持ちで。なんでやねん。ことぶきさんのお部屋は日本の伝統色がテーマで。ああなるほどね。各部屋ごとに色が違うらしくて、今日泊まる部屋は群青っていう青色、まあ、青っぽい色を2人で選んで泊まります。楽しみ楽しみやな。ちょっと暗いですね、廊下、ね、そうですね、あのこちらのお宿はあのロゴがですね、眉をイメージしていると思います、はい、そちらの眉の中に来ているというイメージで少し、はい、全体的に暗い、うん、意図的に暗い感じですね、はい、これが、はい、なるほど、はい、群青、青っぽい部屋ってどんな感じなのかな、うん、あんま想像青っていうのが うん、なんかあんまりないから。じゃあ開けます。はい、オープン。すごい綺麗。すごい綺麗。まだ全然青ではないけど、うん、オープンしてください。じゃあお部屋オープンします。どうぞ。群青のお部屋になります。おーすごい、めっちゃ、いやでもめっちゃ真っ青って感じじゃないけど、落ち着いた感じの青が、すごい大人の部屋やな、うん、めっちゃ大人の部屋。綺麗。日本の伝統色がテーマって言ってたんで、そういう感じの青。めっちゃふかふかやな、ベッド。いや、このベッドめっちゃ、これめっちゃいいベッドらしい、うん、この後はご飯食べて、うん、お風呂入って で快眠セラピー。そう、快眠セラピーな、ここで受けるらしいから、うん、このベッドで受けるってことかな。寝るで俺。寝るな。寝るけどこれは最高やなめっちゃいい。もう楽しみ。お部屋でゆっくりしようかなと思います。はい、お客様ご案内いたします。おはようございます。おー、うわすごい、もうある、ご飯、これはテンション上がるな。贅沢やな。2階のいろりダイニングかまどに来てます。めちゃめちゃ豪華ですで、これいろりか、お肉と魚食べれる状態みたいなんですけど、うん、お献立表あるんで、まあ、こうやっていっぱい書いてるんですけど、もう食べたやつ食べていきますいただきます。いただきます。開けます。オープン。おー、何、うん、美味しい、めっちゃ。これを食べてみます。梅やって、梅、酸っぱいんちゃう。全然酸っぱくない。あ、そうなん。これいただきます。うん、おお、めっちゃ美味しい。美味しい。全然骨も気にならへん。天ぷらをいただこうと思います。うん、ハモすごい美味しいです。いただきます。うん、うまっ。美味しい。うまい。食と医療の連携がテーマみたいで、ここに書いてるんですよ。山芋やったら疲労回復とか、確かに健康的に良さそうなもんいっぱいあるな。いっぱい並んでるな。俺麦飯行くわ。高血圧予防で。ああ、波やかぼちゃ、血行促進、はい、免疫向上。おお、今大事やろ。いや。甘っ。めっちゃ甘いです、このかぼちゃ。あとはゆずのシャーベットとフレッシュのメロンを使っています、はい、ゼリー寄せで中にフレッシュの桃が入っています。これは白ワインで固めたゼリーです。夏らしいあのブルーのソースで、こちらはお召し上がりいただきます、はい、桃のゼリー、美味しそう。輝いてるわ。うん、確かにほんのりお酒の香りがする。味気になる。綺麗な青色。青色のソース、これ食べてみます。お、ちょっとアルコールの感じするけど、感じする？お酒を甘くしてこうゼリーにした感じ、うん、シャーベット食べよう。美味しい、めっちゃさっぱりする。シャーベットどう？うん、ゆずさっぱりするな、うん、めっちゃ食べやすいやつ、うん、でこのメロンでしょ、絶対美味しいやん。めっちゃみずみずしいわいいね。俺もゼリー食べよう。うまいな、このゼリーごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったです。美味しかったな。美味しかった。お刺身が美味しかった、はいはい、いや確かにあれは美味しかった。あれ、いろりで焼いたやっぱあの丸かじりした魚、うん、あやめか、うん、あれが一番美味しかったですね。机の真ん中にいろりがあるっていうのも、うん、普通なんかご飯とか食べに行ってさ、鍋とかは分かるやん、うん、鍋とかいろりってなかなかないから一
重な体験させてもらったなって思う。いろりのいいとこ出てたな、うん、初めて食べたいろりで、うん、健康に良さそうな食べ物とか多かったもんな。まあ確かになんかあのコンテンツにちゃんと、うん、あのむくみ防止とか書いてくれてるおかげで、うんうん、なんか食べながらあ俺今健康になってるかもみたいなうん、うん、こう気持ちにもなれるなったなこの後温泉に行こうかなと思います。2階の温泉温石に来ております。なんかあのもう一つ貴船っていう温泉があるみたいなんですけど、なんか時間によってこう男湯と女湯で変わるみたいなんで、まあ、今回はこの温石に入っていこうかなと思います。でまあお風呂シーンなんですけど、まあ、皆さん多分期待してると思うんですけど、まあ期待してる僕の方だけ入っていきたいと思います。今回は一応水着特別に許可もらったのでこの状態で入っていきたいと思います。一応なんか高級なシャワーセットらしくてなんか帰れます。入っていきます。洗いを厳選にしてるらしいんですけど思ったより入れそうな暑さです。優しめ入っていきます。うわ気持ちいい。ホテルとかでも結構温泉付きのホテルあるんですけど僕全然行かないですね。もう部屋で詰まっちゃうタイプなのでこうやって温泉のお湯使うのがめっちゃ久しぶりです。もう一つの菊根っていう温泉も今回僕入れないんですけど、一応写真こちらです。どうぞ。はいみたいな感じでなんかめっちゃ気持ちよさそうでしたね。皆さん来た時はこっちに入れるのか菊根に入れるのか分かるその時次第かなと思います。ジャグジーがあるみたいなのでせっかくなんでこっちも入っていきます。温泉のジャグジー聞こえないから珍しい。あ、こっちの方がやった温度はこっちの方が低そうとかこのボールで休まりますね。ここになんかボタンあるんですけどここ押したら多分ジャグジー始まるのでちょっと押してみます。おお、なんかボタン2種類あってこれが横バブルらしいです。でもう1種類縦バブルなのでこっちも押しますね。来た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 。あ、ジャグジーっぽいやつが縦ってこう下から湧き上がってくる感じがあって圧よりか下から湧き出てくる感じがあってなんか厳選な感じします。ホテルとかには悪いイメージですけど気持ちよかったです。おとぶき泊まったらこの湯村温泉入ってみてください。めっちゃ気持ちいいです。ジャグジーがめっちゃおすすめなんで。シャワーヘッドとかこのドライヤーのダイソンとかもそうなんですけど、おとぶきさんはすごいこうアメニティにこだわってるみたいなんでぜひ皆さんも来た時は最新の機器使ってみてください。最後に快眠セラピーをしていただこうと思います。快眠セラピーはもうこの泊まってるお部屋でしてくれるみたいなんでめちゃくちゃ寝ようかなと思います。冷え性は結構末端の方が冷えやすくて、はい、で、まあ、眼精疲労、目の疲れ結構パソコンだったりするんで、はいはいはい、常にこう神経が高ぶってる状態らしくてそれでまあちょっとたまに日中眠たくなったりとかがあるみたいなんでそれを改善してもらおうかなと思います。神経の高ぶりがあるみたいなので一緒やな俺ら常に高ぶってるちょっと休ませてもらおうかなと、はい、沈めてもらわないとを紹介しました。どうやった？オバーカフェから始まって。いや、オバーカフェ結構印象的やったよ。確かにな。うん。
なんかここで美味しいご飯食べたけど、うん、バーカフェのランチセットもちゃんと覚えて、うん、美味しかった、覚えて、なんか染みた心に優しい気持ちになれた。また違う美味しさがあったな、そこ、うん、これはこれアリンセラミ、いやもうすごいよ、やってほしいもんみんなに確かに受けてほしいみんなに、なんかどんな感じか、うん、なんて伝えていいか分からへんけど、うん、もう頭のなんか流れていく感じがすごい、うん、彫りをなんかスーッとなんかすっきりするもんな、うん、ほぐされてる感じがすごかった、うん、改めてですけど県民割を使えば8月末までこんな感じのこの豪華なツアーが阪急交通社さんのサイトからいろいろ出てるんで、そこからぜひ予約してみてください。詳しくは概要欄を見てみてください。はい、僕たちはもうこの後、2人で寝て、うん、で朝ご飯食べて帰ります。はい、次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるような情報などをたくさんお伝えしていくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで湯村温泉に行こう行こう、じゃあねー。